ですね、いや、ちょっと遊んでみようかなと思いました。何をして遊ぶかと言いますとですね、ナイフ作ってる時に出るんですよ、この買い物袋いっぱいに白樺の樹皮のクズが、出るんで、これをですね、スタッグボンファイアースチールですね、ここに今私のウォーキングスティックにつけてあるんですけども、これを使って着火して一気に燃やしてみようかなと思います。ナイフにするときに樹皮いっぱいゴミついてるんで、薄皮剥がして掃除するんですよ。で、その後削った、クズとかですね、いろいろと俺持ってきたんですけど、もうこんなんがこの量ありますんで、これをね、ファイヤースチールで一気にいきます。はい、でファイヤースチールはこちらですね、こんな感じで、スタッグボンファイヤースチールの変形型っていうか非常識型なんですけど、こちらで行ってみたいと思いますね。で、着火でする方は私のブッシュクラフターですね、ここのところが火打ち金じゃねえやストライカーになってますので、先の方がこれで行きます。はい、あっという間に簡単に着火しましたけど、いや、こんな量をね一気に燃やしたことないんでね、どうなるか分かんないんですけども、すっごい黒い煙がもくもくと、あ、すごい火力です。一気にすごい火力です。ちょっと引きますね、カメラを。こんな感じなんですけれども、ズームして、ということでですね、大量の白樺樹皮をファイヤースチールで着火してみたでした。それではまた、もいもい。